金丸さん、はい、いよいよ小林選手最後の日がやってきましたけども、はい、そうですね、まあ自分的にはいつもと変わらない感じですね。そうなんですか。やっぱりまあやっぱり主役は小林さんなので、うん、はい、まあ自分はまあやるべきことはリングでやろうかなと、まあそのやるべきっていうのはまあいつも通りのことだけなので、まあいつも通りと変わらぬ、心境で気持ちで、うん、まあ会場には来ましたね。初代付き人、はい、あるいはバーニングの一員、はい、本当に小林さんとの、はい、その関係というのが深いと思うんですけども、はい、そうですね、まあ引退って決まった時点よりまあここ数日ですかね、なんかそういうのを思い返すとまあいろいろあったなと思いますし、やっぱり昔の小林さんの映像やら写真を見るとやっぱりまたその鉄人と言われている凄さが伝わってくるものですね。今日は最後のチャンスになると思うんですけども、はい、どういったものを小林さんにメッセージとして返していきたいですか。そうですね、もうやっぱり返すよりかもう普段通りやるだけですね、うん、はい、やっぱりそのやっているうちにその場の、まあ、気持ちであったりね、いろいろ出ると思うので、うん、もうそれは試合を見てやってみないとこっちは分かんないですね、うん、本当にこういう引退という舞台で、はいはい、チャンピオンでいられるっていうのはいかがですか。そうですね、やっぱりそれも嬉しいことなので、まあね、そのもう一つ小林さんの、ね、恩返しにもなるかなと思っているので、まあ、今この全日本プロレスのジュニアのチャンピオンで、うん、入れてよかったですね。では最後にファンの方、はい、あるいは小林選手にメッセージをお願いします、はい、そうですね、まあ、今日小林さん最後の引退試合ですけども、自分たちのチームも全力でいきます。